そこでなんとか、あの、ルカリオの真空波圏内に入れないとね。てか、このパーティー、あの、マンダきつすぎなんで。ちょっとね。主の手持ちにハンテールいたけど、どんな方？ハンテールは、あ、今日ね、プレゼンする予定なんで、その時にでも見せようかなと。イモスキンさん。イモスキンさんって、何回か当たった？来中はマイナーですか？イモスキンさんって、あなたはどんなお方？ライチューは別に、どうしようかな。じゃ、まだアンノーンが一回くらい活躍したいんだよな。どんなマイナーやタネポケよりアンノーンは使うのきつい。いや、これでも無理だよな、さすがにアンノーン。ていうか何これ、レパルおるやん。イモスキンさんって、俺のリスナーじゃなかったっけ？あの、TN イモスキンって。ライチューはアンコなければマイナー。上に引きだけ見てダブルかと思ってしまった。いや、これカイロス絶対来るよな。俺だよ。あ、どん底さんスナイプしたのか。よろしくお願いしますね。これ多分ね、あの、レパルか、あの、マッギョで起点作ってからカイロス来るんで、多分それだと思う。レパルか、うん。レパルかマッギョでしょ、これ先発。多分このね、マッギョ風船持ってそうなんだよな。風船でステロ電磁波とかしてくんじゃないの、これ。違うかな。いや、リスナーさんだったらもうちょっと、ね。マヨラーでソフトクリーマー。ちょっとガチで行かせてもらおうかな。よし。オッケー。で、ライチューはレートで使ってる人ほとんど見たことないからマイナーかな？普通に。まあ普通にでも使えるけどね、アンコール。いつだってガチなんだよな。情報アド取られてるけど負けるわけないよな。いや、余裕ですよ。リスナーに俺負けたこと一回もありませんから、プレゼンで。今まで棒読みし続けてましたが、実家に帰らせていただきます。ふん。誰だよ。どん底さん、対戦よろしくお願いします。一回も。いやー、実際は勝率3割くらいかな。いや、これ出し勝ちでしょ。マッキョに風船はもったいないと思うけどな。そうかな。ええー、何？独独だなっておかしいだろう。だから黒いヘドロでもないからな。もうダメじゃん。こんな型読んでなかったら不可能だろう。俺の型。いやマジ？それ。それマジで言ってるんすか？独独玉おかしいでしょ、さすがに。独独でええやろ、わらわら。火炎玉水ロトムに近いものを感じる。いや、マジで、これ。マジで言ってるんすか？スカトリ、スカーフかと思いました。114個目さんいらっしゃい。まあ、炎帝なんて食べ残しか直帰やし。道連れ。いや、食べ残し炎帝って、でも、多分そうそういないですよ。普通直帰か、直帰8割、2割、鉢巻きって感じかな、体感的には。今来た。はい、たぬきさんいらっしゃい。114個目さんもいらっしゃい。あと、俺、レートで、自分以外に、ノイテー、てか食べ残しの毒マムエンテ使ってる人見たことないですけどね。ノイテーはもうオワコンなんか。6世代ではいないんじゃないですか。5世代の頃は、いたのかもしれない。いや、やばいってこれ。いや、なんか、これね、確かこのレパルダス、あのね、このレパルダスから不穏な匂いがしますね。こう、初手で来ないレパルダスなんてね、鉢巻きでダストシュート打ってきますからね、これ。今日はいつまでやるつもり？どうだろう。まあ、10時くらいかな。いや、どういうこと？え？いやおかしいってこれ！いやかっけー。笑った。笑わら。マジで？あい
て初代と5世代だけだね。綺麗に決まった。ほら。いや、無理でしょ、こんな。嘘やん、これ。しかも裏カイロスやん、絶対。復活直帰。食べ残しは 12% ぐらいだった。今調べ。レパルダスのエンフはかっけー。嘘だろこれ。いや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 、でも恩返ししか出ないから、裏カイロスでしょ、カイロス。カイロスだから、恩返しか、電光石火か、インファイトしか出ないから、火力高えな、これ。ハチマキ猫の手やろ、これ絶対。ハチマキ猫の手ですよ、皆さん、これ。間違いなく、ダメージ的に。いや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 、ルカリオ交換読み、猫の手インファイトってマジあのね、レパルダスダストシュート覚えるんで。ハチマキ猫の手、意味不明。レパルダスね、ダストシュート覚えるんで、で、ハチマキのダストシュートで、マリルリがね、落とされることを警戒して、ルカリオに交換したんですけど、いや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 わらわら、綺麗に決まったオツ。やりたい放題。わらわら、わらわら、わらわら。いや、マジこれ。嘘だろ、これ。いや、これ、いや、これ、実質俺の勝ちじゃないんですか、これ。これね、バトルビデオ保存しとこう。本日の名勝負、強すぎワロタ。面白い。嘘だろこれ。何考え、しかも、いい試合も勝負も負けです。動画アップして、動画化決定。わら、相手迷うなやん。おまけに入れるか、おまけにな。運命に愛されすぎやろ。おまけに入れようかな、これ。